今日はね、箱回しを3つやることになってるの。でね、あら、ごめんなさいね、なんか泣いちゃったね。はいはい、じゃあね。でね、おじさんちょっとね、3つ続けてやるとくたびれるからね、だからね、2つ目の話はね、2つ目の箱回しはおじさんの友達にやってもらおうと思ってね、おじさんの友達を紹介したいと思うんですけどね、それはね、子供です、ね、はい、てんちゃん、らんちゃん、出てきてください。はい、おじさんの友達のね、けんちゃんとらんちゃん、ね、紫色の髪の毛のが男の子でけんちゃんですよ。それからね、金髪の女の子がらんちゃんです。けんちゃん、らんちゃん、今日はね、金の魚というお芝居これからやってもらうんだけど、上手にやってくれますか？じゃあお願いします。はい、というわけでね、二つ目の劇はね、おじさんではなくて、けんちゃんとらんちゃんにやってもらいたいと思います。おじさんはちょっとね、顔隠しちゃうかなって、ね、はい、僕のこと？そうよ、あなたよ。いつもケンちゃんって言うくせに、あなたなんていうか誰のことかと思っちゃった。だって私たち夫婦なのよ。私結婚してんの？そうよ。いつから？さっきから。知らなかった。何言ってんの、これお芝居よ。あ、なんだ、お芝居か。あなた、なに今日の晩ご飯なに？今日の晩ご飯なに？え？今日の晩ご飯なに？僕が晩ご飯作るの？そうよ、この頃はね、男の人が晩ご飯作って女の人が食べるのよ。知らなかった。今日の晩ご飯なに？何食べたらいいの？そうね、ずっとお肉だったからお魚食べたいわ。ちょっとどこ行くのよ。スーパー行って魚買ってくん、ダメよ、スーパーの魚なんか。釣ったばかりの新鮮なお魚食べたいわ。あんたこれから海行って魚釣ってきて。これから海行くの？嫌なの？暑いしね。分かったわ。あ、どうしたの？あなた、私のこと愛してないんだわ。愛してるよ。早く行ってきて。おお、いや、僕の女房ね、怒ると怖いんですよ。早く、行ってきます。ちょっと入りますけどね、おじさんが忘れ物しただけ。攻撃と関係ないんだけど、おじさん大事なこと忘れちゃったの。よいしょ。海なのよこれ。そう海なのね。はい、これがないとダメなの。忘れるんじゃないかなっておじさん思ってたのよ。最近ね、おじさんね、ちょっとボケてるの。あのね、年だからね、しょうがないのね。はい、これでいいや。はい、あ、まだ忘れてた。これがこういうふうにこう出るんですよ。あ、なんかこのゆっくり揺れてるのは気持ち悪いんだよね。なんか気持ち悪くなっちゃった。気持ち悪い、ちょっとダメでしょ、ケンちゃん、そんなところでおえってやっちゃ。気持ち悪い。そうだ、魚釣らなきゃね。釣らないと女房に怒られちゃうからね。魚釣れるかな、釣れてるけどな、釣れるかな。うわ、大きな魚で、よし、よいしょ、負けないぞ、負け、うわ、
逃げるな逃げるな逃げるなって逃がさない絶対逃がさない助けてあ魚が喋ったあ逃げちゃったあらいや魚が言葉喋ったからびっくりして手、ね、離したら逃げちゃった大きくて黄色で言葉を喋る珍しい魚だったのに惜しいことしたなここにいますわびくりした助けてくれてありがとうお礼に何でも願い事を叶えてあげますよもしご用があったらいつでも呼んでくださいさようなら、はあ、面白いよし早速女房に知らせてこなくっちゃただいまお帰りなさい魚釣れた、うん、釣れたよあらさでもね逃がしてやったのえあのね魚がね言葉しゃべったんだよえでね何でも願い事を叶えてくれるんだってあんたボケたんじゃないの何バカなこと言ってんのよ本当だよ嘘本当嘘本当だよ本当だよね分かったわよだったらその魚に頼んできてえ何を頼むの私たち家がないのよ小さくてもいいから家が欲しいわ頼んできてねえ魚に家なんか無理だと思うよだってその魚何だって願い事叶えてくれるんでしょそうだけど早く行ってきて早くあ、分かったあ愛してるから愛してるから早く行ってきてなんかあさっきよりうーんと海が荒れてるような気がするんだけど金の魚さー何ですか早いですね出てくるのは早いのが鳥ですから何ですか何泣いてんですか女房が言うんだよね。あのね小さくてもいいから家が欲しいってでも魚に家なんか無理だよねいいですよえいいんですか私は嘘は申しません帰ったら小さな家ができてますよさようならありがとうございますただいま帰りました あれ家が建ってないねただいまトンなんか機嫌が悪いみたいただいまトンどうしたのあなたね魚になんて頼んだのだからさ小さくてもいいから家が欲しいって見てよこれかわいいお家何がかわいいお家よもうこの家にどうやって住むのよせめて私の体が入るくらいのうち頼んできてちょうだい早くあ行ってきますうわあ、すごい！
ね、白い壁でステンドウォッチみたいだね。ただいま。お帰りなさい。いい家だね。そうね。入ってもいい。ダメ。どうして？この家ね、狭いの。ちょっと飛び上がると屋根から顔が出ちゃうのよ。それから寝ようと思うとね、顔がお家からはみ出しちゃう。だからダメ。おやすみなさい。え、もう寝るの？だってもう夜よ。おやすみなさい。僕はどこに寝たらいいんでしょうね。お外で寝なさい。はい、じゃあそうします。あなた、あなたちょっと起きて。何？あなた、この家狭いわ。やっぱりもっと大きな家頼んできてよ。今からまた夜中にかい？そうよ。嫌なの？よかった。あなた、私のこと愛してないんだ。愛してるよって早く言ってきて。早く早く行ってきます。毎回毎回海に来なくても済むじゃありませんか。そうですよね。わかりました。帰ったらね、舞台いっぱいの大きなうちができてますよ。さよなら。なんかちょっと機嫌が悪いみたい。あ、でもありがとうございました。この家狭いわ。私もっと大きな家に住みたいわ。もっと大きな家。そう。
お城みたいな家に住みたいわ。それでね、庭に池を作るのよ。え、池作ってどうすんの？金の魚を飼うの。え、魚飼うの？そうよ、そうすれば欲しいものがあったときすぐに頼めるでしょ。あんただってね、いちいち海に行かなくて済むのよ、ね、ちょっとあなたどうしたの？ねえ、これから海行って魚に頼んできてよ。いや、嫌なの？絶対嫌。わかったわ、もうあなたには頼まないわ。どこ行くんだよ。もうあなたには頼まない。ちょ、どこ行くんだよ。私が魚に直接頼みに行く。ちょっと待ってくれよ。最後にね、もう一度出てきてもらってご挨拶してもらいましょう。はい、出てきてください。